ビカビカしててこの辺は夜でも明るいな。まあそれはカムル町もでしょ。この道だけで電気代やばそうだな。まあ確かにすごいね。そういえば関東と関西では電気の種類が違うのをご存知ですか？あ、そうなの。どうした急に。電気の種類？何電気の種類って。関東では 50Hz という周波数の電気を使ってますが、うん、関西では 60Hz を使用してるんです。あれかな、電化製品によっては東電してたから詳しいのかな。もあるんですよ。へえ、よく知ってんな。んお前まさか蒼天堀から東電やろうする気じゃ。するはずないでしょう。さすがにやらないと思うぜ。横浜と周波数が違うんだからな。そういう問題ではないです。お前、蒼天堀から盗むなよ、電気お願いだから。なんかめっちゃパーティーチャットあるな、蒼天堀、そう見ると。めっちゃ喋ってるもんね。みんなも浮かれてんのかな、この蒼天堀に来たっていうことで。困りましたね。どうした？どうした？ここ最近で一番悩んだ顔してるぞ。ここ最近の一番悩み？あ、美味しいお土産を買ってくるよ。ああ、なるほど、ソンイさんのお土産か。お好み焼きも。持って帰るのは難しいですから。ああ、なるほどね。適当なお菓子じゃダメなの？うん、こういうところで手を抜くと孫妃の気分を損ねるんですよ。いや、孫妃さんの言うことは絶対だから。なので一発で決めたいんですよね。あ、なるほど。あんたも苦労してるんだな。道理で白髪が。あれ、白髪だったの？苦労だったの？やばい、絡まれる、絡まれる、やめて。やだ今孫妃さんのお土産の話してるからやめなよ。マジで最悪なんだけど。ハンギョドンもう一回お土産の話して、もうなんか途中で聞けなくなっちゃったからさ。この辺だったっけ。困りましたね。いやでもやっぱここ最近で一番悩んだ、なんかハンギョドンが悩むこととかさ、することに全てが孫妃さんがベースよな。たこ焼きもお好み焼きも持って帰るのは難しいですから。うん、適当なお菓子じゃダメなの？ダメなんだろうな。こういうところで手を抜くと。でも孫妃さん今ワクワクしてるって考えると超可愛いんだけど。厄介なので、うん、一発で決めたいんですよね。あんたも苦労してるんだな。道理でこの辺からだけ聞けてないの。これは白髪ではなく、うん、シルバーアッシュといって。一番に説明するだけ時間の無駄よ。春日一番だってシルバーアッシュわかるよね。染めれば僕だってでもシルバーアッシュになれるんだから。ってことはあれなんだ、染めてたりするんだ。まあ、韓国の人ってその美容に対してはすごくね頑張ってるっていうか大事にしてるイメージあるから。孫妃さんも綺麗な髪色してるもんね。ちょっと紫っぽいというか。お、たこ焼きあんでみんな買うか。一日のたこ焼きとは違うからね。ありがとうございました。エリちゃんってベンチで一緒に食べようね。真島五郎のようにしようね。串カツ屋さん SNS で見たことある。これね超美味しいんだって。行きたいな。絡まれちゃう、絡まれちゃう。お、コンビニで読んだ雑誌に載ってたガールズバーだ。可愛い子が揃ってるらしいぞ。あ、マジで行きたいね。あいつら結構似た者同士なのかもしれないな。だな。そうでしょうか。うん、結構その雑誌とかの情報でね行きたいっていう気持ちになるっていうのはすごくいいことだと思うよ。なんか筋もいる臭いんだけど、どれ筋もいる臭いな。じゃあ串カツ屋行ってみるか。え、よくソースの二度漬け禁止って書いてあるけど、なんでダメなんだ。なんだろう。あのソースは超高級食材なんだよ。うん。え、マジで。ああ見えて一坪数十万円はくだらないね。あ、そうなんだ。だから串揚げ一本につき一回までって決められてる。え、嘘、本当どっち？そんなに高級なタレだったのか。え、なんか嘘っぽい。そう言われると食いたくなってきたな。うん、意外に騙されやすいんだね、春日君。ほら、え、嘘に決まってるでしょ。そうだよね、なわけないよな。主な理由は衛生面だな。うん。あとはソースの味が変わるからという説もありますね。なるほど。だよ、知らねえの俺だけかよ。しょもねえ嘘つきやがって。いや、私も分かんなかったけど、分かるだろ。あれあれ。高級なタレじゃないの。難波先輩泣いてるだろ。張さん、難波先輩泣いてる。春日一番は騙しても別にいいけど、な、ちょっと難波先輩あんな傷つける行為だけはやめてください。外しますよ、仲間から。いらっしゃいませ。はい。いっぱい食べてく。まあ元祖串カツはやっぱ頼んだ方がいいですよね。私個人的にやっぱアスパラが好きなのと、どうかな、小持ちししゃも頼んでおきますか。あ、蒼天堀セットとかもいいですね。ここまで来るとね、蒼天堀セットも頼んでおきましょう。いただきます。食い倒れてますね。いただきます。いっぱい食べて帰ってくださいね。はい。どうしよっかな。ここ行く前に一旦さっき言ってたこの闘技場みたいなところ行って、この蒼天堀を練り歩くに行くにつれて、何て言うんだろう、それこそ近江連合に向かう用のメンバーを整えたいと思うんですよね。ちょっと厳選してもいいですか。春日一番とあと、3枠一緒に近江連合本部で戦うメンバーっていうのをちょっと厳選したいなと思ってますので、ちょっとお待ちください。ちょっとこの近江連合に挑むにあたって、ちょっとこのメンバーで一旦やっていこうかなと思います。さっきと変わったところってもうちょっとエリちゃんとさっちゃんを入れ替えたぐらいなんですけど、さっちゃんのね回復魔法すごくいいんですよ。味方全体回復とかあるから。なのでちょっとこれで一旦やろうぜ、バトルアリーナ。やっぴー、こちら日本中の腕自慢が集まる蒼天堀。あ、案内してください。読めなかったけどいいぜ。どんな感じなのか見ておいて、おいおい一人でもやっていこうかなと思うので。これ何？アイテムボックスか。やっぴー、ここは1階層目です。自信がないようでしたらここに来たゴンドルで入り口に戻ることができます。バトル情報はこのようになっております。これさ、もし負けたりしたらさ、あれなのかなお金取られたりすんのかな。レベルとかも見れるんだね。ありがたいけど、才の杖。10回の手番以内で勝利。金のか。いいんじゃない。ちょっと挑戦をさせてください。さあ、ゴーファイト。このね、でかいのが、でも結構、でっかいって、さっちゃんにメロメロになってくれたりするから、その辺にも期待ではあるかな。全身缶バッチ男。やば、オタナイトだって。やば。しびれた。いいね。いい。で、なおかつもう一人の方メロメロにできたら最高なんだけど。なった。よし、優秀すぎる。よし、バニー倒した。なるほどね。こんな感じで多分階層が上がっていくっていう感じだもんな。そうだね。ここ終わって次行くってことか。行けるとこまでじゃあちょっと階層上がってくるか。次は2階層目で進みますか。さてどうしよっか。進む。行けるとこまで行ってみよっか。で、ここちなみにどのぐらいですか、レベル。やっぴー。見ないでやっちゃった。ごめん。連打した。とりあえずやっていこう。多分、2回そうめだったらそんな問題ない。何あいつ。サンドイッチマンの特殊バージョンいる。やっば。やば。よし。結構辻分が新しく手に入ったりもしていいかもね。おめでとうございます。追加報酬の条件達成です。やった。金のちょうど。ありがとうございます。この感じだと、全然一人でやっていってもいいな。なんで一回戻って、ご飯だけ食べて、近江連合本部向かってみようかなと思います。何？フジモン収集、マジお疲れ様。腹立つタイトル。その後さらに辻も登録してくれてるみたいだな。こんなにたくさん本当にありがとう。感謝の印にお礼の品を渡したい。暇ができたらスジモンセンターに来てくれ。あなたのスジモン博士より。目指すぞ、スジモンマスター。いただきます。いただきます。食事コンボ発生、攻撃力アップ。めっちゃ食ってるな。これで回復もできたので、ありがとうございました。近江連合本部に向かうっていう本編を。それで行ってみようか。こっちかな。なんかクソデカマンいるんだけど、あれ怖いから早くタクシー乗ろうね。やば、見つかった。強化ガラス。これねあるね、近江連合本部へ参りましょう。はい、お願いします。でも勝手に本部行って怒られないですか？うるせえよ、いつまでほったらかしにする気だよこれ。すみません兄貴、こっちもなかなか。いやそうだよね、そのタイミング必要だよね。今どこにいんだいお前。近江連合の本部施設です。先乗りしてきた幹部たちに食事の手配とかやらされてるとこで。出所祝いの前夜祭ってか、さっきからひっきりなしに出前が出入りしてんのが見えるよ。え、見えるって兄貴、じゃあもしかして今勝手に来ちゃった。呼ばれる手間省いてやったぜ。こっちも迷惑な兄貴すぐ目の前だ。近江連合本部、ここいい思い出ないんですよね。できちゃってるんすか。あ、昔の喋り方出てる。もう荒川の親さんも中にいるんだろう。三つ。いますよ。いますけどもう少し待ってください。手が空いたら俺の方でこっそり会える場を手配しますから。そう言われてもう何時間も待たされてると思ってんだ。だから俺の連絡を待ってから横浜出てくるって言ったじゃないですか。いやそうですよね。全部春日一番ですよ悪いの。気もするって。俺はちゃんと言いましたよ。でも来ちまったもんはしょうがねえだろ。俺の気持ちも察しろ。俺の気持ち察して。三つ察して僕の気持ち。あれ。本部の連中にも兄貴の顔を知ってるもんがいるかもしれません。いやもう多分飛びすでにお寿司だと思うね。全然やばくねえよ。近江の連中がうろちょろしてるようには見えねえ。さっきから見えんのは出前のあんちゃんたちだけだ。なんならそいつらに紛れりゃスルッと入り込めそうじゃねえか。入り込む。言わないでくださいよ。メツ、俺は親さんと早く会いてんだよ。カムロ町であの人に撃たれてから、俺はずっとそればっか考えてたんだ。わかるだろう。もういい。おめえが止めても、俺行くぞ。いやマジミツの気持ち考える。親さんは本部のどの辺にいるんだ。やばい、メンヘラ彼女みたいになってる春日一番が。教えねえつもりが。僕の気持ちを察してってな言って約束守られて早めに来ちゃって喧嘩になっちまいますよ。おお、親さんが見つかるまで片っ端から全員ぶちのめしてやる。あ、兄貴。でもお前が教えてくれりゃ揉めねえように努力する。それ約束するぜ。親さんは本部の奥、竜の間って部屋にいます。竜の間だな。一人でいんのか。いえ、客人と一緒です。三人ほど。分かった、ありがとなミツ。兄貴マジでやるんですか。いやマジでミツかわいそう。あ、ミツかわいそう。親さんの居場所が分かっただと思ったけどね。強引に聞きやがって。じゃあ行くか。待ってくれ、行くのは俺一人でいい。お前いつもそう言ってみんな来るやんな。あみんな、俺ここまで付き合ってくれただけでも感謝してんだ。今ここで抜けてもらって構わねえんだぜ。おいおい、今さら何言ってんだよ。そんな水臭いこと言われるとなんか悲しいな。その通りだ、俺ら観光で大阪まで来てるわけじゃねえぞ。足立は楽しんでただろ観光を。いいもの持ってきたよ。どっから持ってきた。似合うねそれが。さすが半品流。おかもちがあったから拝借してきた、まあ大阪楽しませてもらったけど俺だって観光に来たわけじゃないよ。嘘つけ、楽しんでたろ。スムーズに侵入できればいいですね。みんなありがとうよ。でもこれが春日一番の持ってるものよな。全然紛れ込めてねえけどそれこそ本当にみんなが手を差し伸べてくれる人じゃん。春日一番のそばにいる人って。場所わかるか。わからん。おい、誰が案内したってや。優しいなおみれも。出前の人たち足元を気ぃつけてな。ほんまみんな腹すかしとるさかいな。出前を首なごして待っとったんやで。なんか変に関西弁使うとバレますよ。誰か確認せえや。おい、酒はまだかいな。酒が来とるんちゃうか。お、いけた。案外いけるもんですね。おやさんは奥にある竜の間ってとこだ。みんな怪しまれんなよ。この風貌超怪しまれるけどな。やっぱなんか懐かしいわ、この感じ。一回ここは来たぐらいなんですよね。それこそ桐生ちゃんと、桐生ちゃんここのねシャンデリアぶら下がってガシャポンしたもんね。ちゃんと持ってる。不思議な石。誰か進化しそう。じゃあ多分竜の間、ひたすら上がっていくか。この辺いっぱい逃げましたもんね。そうそう、こっから桐生ちゃんと飛び降りてシャンデリアガッシャン下にゴッチョンっていったもんね。覚えてる覚えてる。持って開いたりするんですか。あれ取れないじゃんね。これ取れないじゃん。こっち側から行く。今日みんなベージュスーツ着てきた方がよかったんじゃん。あの人見張りかしら。だろうな。俺たちのように紛れ込むやつがいねえか警戒してるんだろう。じゃあすぐバレますね。ここで侵入がバレたら相当やばいと思うけど、どうするか佐賀君。ここまで来たんだ。もちろん引くわけがね。まあそうだろうな。せいぜい見張りに見つからないように慎重に行くぞ。見つからないように。分かってるって。俺の後ろついてきてくれ。バレるくない。あ、なるほど。あれを避けながら行ったらいいってこと。来てない。ちょっとこっち来てるんだけど。バレちゃう。バレちゃう。遠くないってなると、ごめんね、うろうろして。でもここ開かないもんね。結局、あいつに見つからないようにこっち、あんま前行かないでバレるから。走るか。やばい。でもまあ視界に入らなくて、やばい。すいません、ちょっとマップ見ながらの移動になると思うので。でもなんかアイテム回収もしたい感じするな。絶対レアなアイテムあると思いません。やべ、やめ、何見とんねん。こっちのセリフじゃボケー。おい、てめえ。なんや、みんなボケー。やべえ、みんなボケー。いけボケー。あっち行けボケー。やべえ、つぼわれちゃう。ギリ特上する。ここか。ここだ、ここだ。いや、すごいな。近江連合って感じ、この感じ。難波先輩どう思う？いかにもな扉だな。この先が竜の間か。他にはそれらしい場所はなかったな。行ってみるしかなさそうだ。よし、行くか。行こうぜ。うわあ、懐かしみー。いっぱい物落ちてるからでも拾っていこうね。おやさんにじゃあそろそろ会えたりすんのかな。いっぱい物あんちゃん、これ。タングステン。ってよくわかんないけど、タングステン拾ったし。うわ、絶対装備してけのやつやん。救急箱。いや、戦いますやん。開けてみるか。開けてみてください。いたぜ。鬼リストバンド。でも回復して感がえげつな。絶対血入れるやん。血止めガーゼがあるってことは。特に回復ポイントとかもないもんね。セーブとか。なんかあるか。うわ、大見だ。もうこっからもがっつり戦っていくしかなさそうじゃない？なんやお前ら。ほらもう秒バレですもん。ああ、竜の間に行くとこなんですけど。竜の間やったらそこの階段上がったとこやけど。教えてくれるんかーい。代行に呼ばれたんか。はい。代行。荒川のおやっさんっすよね。そうなんですよ。代行が呼んだなら。誰か案内のもんをよこすはずや。そうなんすか。なんで案内のもんはついとらんのや。わかんない。つけてもらえなかったっす。どうなんすかね。今日は皆さんお忙しいようですし、俺ら直接入っていいって言われたんですけど。はい。そんなわけあらへん。よそもんが勝手にうろついて場所とちゃうで。誰に代行の部屋に入ってって言われたんや。密です。どこの組のなんちゅうやつや。荒川組の密です。いやー、誰だっけな。怪しい。おう、もじゃもじゃの。誰がもじゃもじゃだ。お前、名前は。俺は荒川組のもんです。名乗るほどの名前はありませんけど。はい。余計なこと言わんで。名前を言え。荒川雅人です。さっさと言え。春日です。春日一番。おい。アドリブしろ。いや、そうだよね。なんで本名言うの、バカなの。仕方ねえだろ。なんやめでたい名前やの。あ、そうでしょう。はい。よく春の日って書くんです。助かったってか。はい、春の日一番で書きます。大工がカムロ町で売ったやつや。なんで覚えてんねん。バレてんじゃんか。今ならこっちの方が人数が多い。はい。やっちまうか。やっちゃいましょうよ。一気に行くぞ。やる気か。中東や。おもろいやんけ。やっぱ近江連合って基本的におもろいやつ多いよな。ノリがいいというかね。お、いいですね。多分このままなんかめちゃくちゃ強いってわけでもないから、このままなんか上がっていく感じするね。孤独シリーズあるある、ひたすら登っていく回。おい、隠すんだい。隠しましょう、隠しましょう。この笹の葉の裏に隠しましょう。パンダにしてあげましょう。なかったことにしましょうね。はい、よし、これでいい。行こうぜ。いや、絶対バレてますって。えええ、ちょっと待って。くせ者デイデイちゅうとこか。え、待ってよ、お前なんでいんだよここに。え、おっと、やばいやばい、春日一番こいつやばいって。やっばー。俺は退屈すぎて危うく死ぬとこやったんや。いや、ちょっと、あ、無理です、あ、無理です。やっと出番中は。いいです、いいです、そんなそんなつもりないし。ダメです、こいつ、この男ダメです、絶対に。仲間を呼ばれる前にこいつらも片付けねえと。いや違う、仲間とかじゃないですよ、こいつ。いや、この人も知ってるんですよ。私、竜が如くシリーズだけやったことないんですけど、めっちゃいい人ってのは知ってる。維新で見たから。冴島さんだっけ、この人。あんたらみたいだといいんだけどな。この貫禄、幹部クラスかな。いや、ちょっとやばいんですって。なかなか人を見る目。石尾田の上位互換みたいなやつなんです、こいつ。おい、一番、なんかこいつら普通と違うぞ。ダメダメ、春日一番こいつおかしいんです、頭。さすがは近江連合の総本山って感じ。え、近江連合になってるの、なんであいついんの。よ、眼帯のノリの良さげなあんた、なんや。昔登場界に固めの狂犬ってのがいたんだけどよ。ふん、まさかあんたじゃねえよな。さあ、どうなんかの。もしあんたがそうだとしたら、それがなんで近江の本部にいるんだろうな。いや、そうだよ、なんで近江にいるの。聞きたいことがあるんやったら力ずくで聞いていいや。マジでちょっと桐生ちゃんできてくれ。マジマゴロ。ちょっと待ってくれ。そないなこと言うて体なまっとるんとちゃうか、真島の兄弟。そうだね、元登場界冴島大河。アホ抜かせ兄弟。なるほど、何年この日を楽しみにしてきたと思うとんねん。五郎の兄弟か。久しぶりの喧嘩や。さっきから体が竜のごとくゼロでね、軽く話を見たけど、この辺の話もね、しっかり見たよね、いつか。いや、お前はもうずっと解禁しない。もうできん。お前はできんなのよ、もう。え、ちょっとおかしい。真島を倒せ、おかしい。ちょっと待って、マジで嫌。いや。うわ、めっちゃかっこいい音楽かかってんねんけど。お前、特別感すごいってやめろ。いや、マジ。あいつ多分メロメロとかなんないでしょ。痺れさすか。レベル50ってお前なんだ。でもマジで真島五郎嫌なんだけど、全然聞いてね、最悪。桐生ちゃん呼んでこいって、マジで。桐生ちゃん呼ばないと無理かもしれない。音楽バカかっこよくない。何これ、マジマゴロ BGM？ めっちゃかっこいいんだけど、今まではゴローと一緒に行動してきたからこそ、あの強さが圧倒的にこう、なんて言うんだろうね、自分の気持ちを保つためのゆとりっていうか余裕はできてたんだけど、ゴローがいるから大丈夫って思ったとこあったからさ、それが敵になるとやっぱこんだけ怖くなるもんなんだね、こいつマジで。いやもう強い、ちょっとマジでもうおいしい。え、何それ、え、ゴローいっぱいいるんで、マジで最悪ゴローいっぱいいるんだけど、マジ最悪。でもレベル50のゴローがそうなんでしょ、分身マジで邪魔なんだけど本当に。いやゴローこんだけいるの本当に無理。ちょっと待って、1人1体ゴローになってんじゃん、ちょっと待って、無理無理無理、分けないでいいしそんなに。やば、ちょっと次ハンギョドン、ちょっと待って、ハンギョドンいなくなるのほんまきつい。ちょっと待って、マジマゴロー、ちょっと待って、ちょっと待って、マジお前やばい嘘嘘嘘、これだけやる。ちょっと頑張れるか、ちょっとだけ頑張ってくれ、勝つだ、頑張れ半準備ちょっと待って、ほんとお前がいないとやってらんないかもしれない、頑張れ蘇生だ頑張れ頑張れハンギョドン頑張れ。え、嘘、聞かないのよし、これでもう分身はいなくなった。あとはもう本体だけを倒せば、本体だけだ。え、嘘、なにそろそろいいが、ダメに決まっとろうがはい、決まったいが来んな今。いや最悪、え、このタイミングでいやマジで、え、もう最悪なんだけど、どうしよう。みんな2人で何してくるかわからねえ。はい、やばかったら無理せず回復とか防御だぞ。そうですね、ちょっと回復がっつりやっていこう。ね、ちょっとハンギョドン、ね、狂気と、お前常にだろうがお前の狂気今に始まったことじゃねえんだよ。ハンギョドンはどうにかして復活できないかな。 HP 最大で復活させることができる。いやハンギョドンいないと絶対無理。使う、あ、復活してよかった、やばい、よけて、あー、ちょっとさ、チョウさんごめん、チョウさんも絶対すぐ一回やらせる。チョウさんをなおかつ復活させる、この高級救急箱使っていい、召喚だ、チョウさんもう一回頑張ってくれ、ごめんね何回も何回も。よし、これでフルメンバー揃ったでしょ。よし、これで4人揃った、やっとってください。くそマジマゴロ、シンプルなぐらいしてるあいついや強いけどな、頑張ってください。正直マジマゴロを倒すのは本当に大変だと思う。でもお前らならできる、頑張れ、どっちか先に倒さないと。いやっちょっ待って、冴島さんやばい、ちょっと待って、本当に無理、本当に無理、逃げて、やばいやばい、こいつやばい、攻撃力上昇やばいって、冴島さん超怖いんだけど、いやマジで、いやダメ、え、ダメちょっと待って、マジでやめて、つまりそのまたちょっと仲良しかよ、ちょっと待って、最悪、やめてください、怖いの飛んできた、ちょっと待って何怖い空回りで危ない、カスがさ、ちょっと待って、もう春日さん、最悪、ちょっと待って、もうマジお前ら何その技。そうそうそう、いや再挑戦ですって、全回復状態でさ、全回復でやられても金ならある、金ならあるから全回復でやらせてくれ。もうマジ意味わからん技使ってんやけど、え、こっからちょ、マジ最悪、違うやん、またこっからですか、ちょっとやってくるわ、ちょっと待ってて、めっちゃ時間かかると思う。これさ、デリバリーヘルプって呼べたりするんですか？うん、一瞬ちょっとマゾおじさん頼んで、みんながちょっと攻撃効かないようにするしかもう使い道がない。マジで勝てねえ。島さんの一撃が超でかいんだよな。お願いします、空のおじさん。ド M の極み。よっしゃ見せてくださいよ。いやこれである程度無効化できたらだいぶいいと思うよ。お願いします、普通の盾じゃい。ヘリーバスターホームというか呼んでみよう。できることは全部やる。金でも何でも使ってできることは全部やってやる。輪島五郎と冴島さんに勝つにはこれしかない。今まで培ってきたもんがあるんだよこっちは。やったれゲイリーバスターホームズ。ワンチャン気絶状態になればと思うんだけど、見せちゃれ。おらゲイリーバスターホームズどうだ。いや気絶にもなんないか。バブちゃん浴びます。すいません、ちょっとほんまにできることは全部やりたい。来い、今度はほらバブちゃん。この竜如くセブンで培ったいろんな出会いを大切にしていきたいと思います。真島五郎に勝てるのはそこしかない。すずむちゃんお願い、泣いて、夜泣きしてできの子見せたってください、見せたってください、夜泣きをよし、攻撃力下がった、守備力も下がった。これだいぶでかい。いや、これちょっとダメ、本当にこれマジで意味わからんから、この技本当にやめて、本当にやめて、僕マジでやめて、帰ってくれ一番、お願い耐えて。これ余計はないもんな。マジでやめてくださいって。マジで強すぎ。このワンパンで倒れるやんか。あでも耐えた、よしよくやった。マジでカスが一番優秀。来い、イダ天の鷹見せてください。パープルカイザーの力を見せたれ。引いたれ、真島五郎。あ、このシストぶっこみの高じゃい。ぶっこんだれ。なんで近江連合いるんだよそう、もう何が何ももうどんだけ姑息と言われてもいい。今までの力を使って真島五郎にちょっとでもダメージを与えろ。いったれ。そしてワンチャン熱気状態になれ。見せてやれ。ありがとうタカ。いやこれでゴロ倒れないか、まだか。いやでもこれでゴロは倒れるでしょ。よしもうゴロを倒した。あ冴島さんだけか。だいぶ違う。でもゴロがいないだけでもだいぶ気持ちは違う。冴島さん強いから油断せずに行こう。やめてやめてナンシーちゃんやるか。来いナンシーちゃん、やったってくれ、お願いしますすいません冴島さん、絶対してはいけないと思ってるんですけど、こうでもしないと勝てないんですやったってください。地獄のハサミじゃ、見せちゃれナンシーちゃん。こうでもしねえとおめえには勝てねえ。ダメ強いザリガニだぜ。助けたか、やった。よし毒状態になった。お銃撃が効いてんのか。なるほどね、了解した。来い土佐の山。しゃあとは冴島さんさえ倒せばド変態何度見てもド変態いやマジでやばい。どうにか命中率を下げて攻撃を受けないようにしたいよね。見せたってくださいよ。ドスコイです。よしもう基本的にもうさっちゃんに重くそ回復してもらって、でも攻撃に関してはもうハンギョドンにめっちゃ頑張ってもらうしかないよな。あいつの銃撃が一番効いてる気がするから。いやよし、いやこれ今回ハンギョドンがめっちゃ頑張ってくれた。いやもう筋もん情報、真島五郎、冴島大河やばいね。いやもうほんと皆さんめっちゃ頑張ってくれました。ありがとうございます。真島五郎に勝てたっていうのはでかいと思いますよね。でもここでまたあいつに会えると思ってなかったな。思ったより楽しませてくれるやないか。楽しそうで何より。もうやめよう。こっちも楽しませてもらってるよ。バケモンだぞこいつら。いやもうほんとバケモンだと思う。ただのネズミとはちゃうな。もうお互い遠慮はいらんちゅうわけ。どういうこと？遠慮してもろていい？今まで何か遠慮してくれてたっての？いやほんとだよ、分身してたろお前。みんな聞いてたな。こっちもそろそろ本気出していくぞ。結構大本気でしたよ。もうめっちゃアイテム使ってデリパリーヘルプも使って金も使いましたよ。そこまでだ。喧嘩の続きは明日まで取っといてくれねえか、イジ。おい、もしかしてあいつが。ああ、荒川だ。おやつさん。イジ、こちらは東上会6代目堂島会長だ。東上会6代目会長堂島大吾、知ってます。東上会の6代目大吾、大きな6代目。あいつがうちにいた男で一番です。東上会荒川組春日一番、堂島大吾だ。そちらは真島五郎、知ってます。そして冴島大河、知ってます。なんや、やっぱり味方やったんか。大きになる六代目。あ、やからおかげでこの喧嘩不完全燃焼や。登場会がここにいるからってこと。本番は明日だって言ったでしょう、真島のおじき。もう少し人の話を聞いていただかないと。どういうこと？おい、どうした？二人とも。またやるつもりなのか。あ、そっか。手出しはさせねえぞ、荒川。春日一番守ってくれてんだよ。大丈夫だ。俺はもう一応撃ったら死ねえよ。どうだかな。だったら俺らに信じさせてくれ。ああ、言葉を尽くさせてもらう。みんな入ってくれ、竜の間に。続きは今度やな。春日一番。いや冴島さん超かっこいいよな。いや早く本編で出会いたい。でもなんかすごいちょっと感動しちゃったな。なんか足立さんと難波先輩が守ってくれたの。